よいよ次は6つ目のデータウェポンね。はい、どうもトワイスです。今回も電動パート6やっていきたいと思います。2人とも本当によく頑張ってきたわね。存在するデータウェポンは全部で7つ。現在私たちに分かってるのは次のを含めての6つ。最後の1つがどうしても見つからないの。地球上にないとか？それは何とも言えないわね。とにかく今は分かっている6つ目のデータウェポンを手に入れるのが先ね。まあこんだけ集まったんだ、残りのやつだってすぐに見つかるよ。心配すんなって。分かっているうちではこれが最後のデータウェポンよ。二人とも気をつけて。はい、ではステージセレクトはこれしかないですね。採石場ブルフォーン行きたいと思います。電動発進。第6話夜の採石場。採石場というか火山みたいな感じですかね。おや、他に出てこないか。よいしょよいしょ。こいつガードしてくるんでね。おや、投げた敵をぶつけようとするとガードしきれないみたいですね。くらえ。はい、次。僕的にはガードしてこないけど、こいつのこの緑のやつの方が厄介ですね。はい、倒さなくていいやつはムシムシ。危ない、痛い。あの緑のやつ割と攻撃範囲が広いので痛い。あ、違う、間違えてタービンガードを出してしまっていました。てい。さて、これは取りたいな。まあまあ先まで持っていきましょうか。うわー、めんどくせえのが来た。ちょっとお前使わせてね。はい、せーの、よいしょ。さあどうしようかな。後ろに回ればこいつダメージを食らわないんじゃないかな。痛い痛い。よいしょ、おー、いいね。撃つべし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 。あ、勝った。さてさて、あ、さっき出たのこれか。痛い痛い痛い。さっきの箱から出たのがこの武器ですね。どうしようかな。ケチろ、私はケチる。痛い。あ、武器が。よいしょ、痛い。でもここだろ。よいしょ、痛え痛え。もうだからこいつ嫌いなんだよ。よいしょ、おい。さて、おお、来やがったな。くらえ。そして何のためにこいつを残しておいたと思って行って、邪魔しやがって行って。ああ、もうそっちじゃない、ごめんな。敵をつかみたかったんだ。てい。そしていいね。これも一応レーザーキャノンなんですけど、一体何を動力として撃ってるのか全く読めないですね。えい。おう、お邪魔虫め。いた。トイ。トイってなんだ。よいしょ。あと1回ぐらいかな。トウ。またお前か。投げちゃう。よいしょよいしょよいしょ。
せこいとは言うまいね。はい、道中その2ですね。採石場っていうのがいまいちどういうところなのかわからないんですけれども、こんな感じなんでしょうかね。採石場って火使うの？まあまあ、なんでしょう、こういう倒し方もできるよっていう電池は出ませんけどね。よいしょ、おお、いいね。上ルートだといろいろなものがあって面白い。おお、なんかあるな。ちょっとこれだけ取らして。さあ、なんか、なんだろう、いろんなものが邪魔してくる。いて、よいしょ。さあ、下手にジャンプもできないしな。きついぞこのステージ。わりかし痛い。まあでもタービンダッシュを使ってればあの炎も食らわないんですがね。食らい、よし、やっと進める。さあどうしようかな。よし、上ルート行ってみましょうか。なんかありそうだな。あー、敵がいた。おお、 HP 回復が。あー、危ない。どうしよう、取らなくていいかな。よし、はい、取れた。ギャース。このベルトコンベアめちゃくちゃ速いんですけれども、はい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 、いくらお前といえどガードできないだろう。テイ、よし、じゃあ、よいしょよいしょ。さあこれでどうだ、まだ来るか。さすが、ガードしてると生存力が高まる。ヘイ、よし、まだ来るか。え、こいつら倒すの、もしかして。痛い。こんな感じでいこうか。よし、これでどうだ、終わりか。ボスですね。じゃあ、はい、強力な反応確認。二人とも気をつけて。今日は約束があるから早く帰りたいのに。おっと、随分余裕だな。なんだよそれ。じゃあとっととやっつけちまうぜ。優しいな。お、行くぜ。お前ドラゴンフレアにどことなく色合いが似てらっしゃる。うわー、くそ、真下にいないとダメか、あいつは。おっと、ファンネル、はい、甘いな。こいつ思ったより余裕なんじゃないか、これ以外は。多分掴めないんだよね、こいつ。はい、あららららら、これはあれだぞ、データウェポンを使うまでもないぞと思ったけど、まあやはりお見せしたいところはお見せしたいので、ドラゴンフレア行ったれ。
やっぱドラゴンだから飛ぶんですね。さあお前の力見せてくれ。上からレーザーでした。強いね。これは今までより食らってないんじゃない？ほら、新しい電池よ。よかった、怒られなかった。全回復。これでお心置きなく戦えるね。バックアップ電池マックス。二人とも気を抜かないで。いつもありがとう。ああ、もう待ってるパターンね。待っていたぞ、小僧ども。なんでいつも先回りされちゃうの？いいってことよ。要はあいつに勝って奪っちまえばいいんだから。山賊気質。じゃあドラゴンフレアでいきましょう、ね、ドラゴンドライブインストール。相手は確かブルフォンだったかな。ブルフォンか。うん、焼肉にしちゃいましょうね。こいつもキック主体だったような気がするんだけど、膝蹴りから入るのか。ああなるほどね、通常攻撃に火炎放射が入る。甘いな。ああこれは捕まらないぞ。あー避けられる。さあどうするか。ここで、なるほどね。これはうざい。これはうざい。誘導する地雷とかすごくうざい。あーなんだこのせこい。まずいな。ガトリングフォアが対人戦最強とか言ってましたけど、こっちの方が強いんじゃない、もしかして。さあ来いよ。甘いな。ドラゴンフレアファイナルアタック。ここで火炎放射。私がパイロットとしてあいつらに劣るというのか。まあ元気出せよ。ファイルセーブ、ブルホーン。おお、腕につくのか。こんなんで殴られたらうーん怖っ。なんかサンドロック思い出しますよね。まああれは外せるんですけどね。はい、では今回はここまでとさせていただきます。残るデータウェポンはあと一つですね。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。